一ノ関本寺の農村景観は、岩手県一ノ関市原美町の岩井川流域の本寺地域に存在する集落。2006年に重要文化的景観として選定された。あずま鏡や道の区国コツテ寺村絵図に描かれた平泉の中村寺共造別棟寮に関係するコツテ寺村松園遺跡の景観が良好に依存する。岩手県南地方の 寒冷地気候や盆地地形など自然的条件に適応しつつ、欧州藤原市の時代より稲作島を継続的に営むことにより形成された特色のある農村の文化的景観である。農耕地、里山の生態系は多様性を維持し、居住地近郊は小さく不揃いな水田や用水路が残っており、自然環境に対応しつつ形成された伝統的。 農村地帯を形成している。また、冬の北西からの季節風を防ぐためのイグネを備えた農家が散在する。2001年に世界遺産登録の前提となる暫定リストに平泉浄土思想を基調とする文化的景観の一部として記載された。2008年の第32回世界遺産委員会の審議では登録延期が決定した。登録は 結局見送られたものの、文化庁、岩手県では、ユネスコへの再度の申請を目指し、2011年5月に、国際記念物遺跡会議が、世界遺産への登録を勧告したため、同年6月に、平泉、仏国土を表す建築、庭園及び考古学的遺跡群、として、世界遺産に登録された。2012年、柳の御所遺跡、拓国靴、白鳥館遺跡、 長者が原ハイジとともに、再び暫定リストに記載された。ありがとうございます。